こんにちは、フキトです。明けましておめでとうございます。2022年ね、明けましたけれども新年になったということで、毎年ねやっている新年発売購入本紹介ということで、このお正月にですね、セールとかで購入した本をメインで紹介していきたいと思います。すでにねこちらに、積んでいるんですけども、明らかに買いすぎですね。例年よりもですね、ちょっとたくさん買ってしまったので、メインはブックオフなんですけどね、5、6箇所ぐらい、回って買っているので、量が多くなってしまいました。ちょっとね、一冊一冊丁寧にやっていると長くなってしまうので、結構サクサク紹介していきたいなと思います。どうぞ。はい、それでは見ていきたいと思います。はい、まずこちらですね。作品者から出ている、ヘーゲルの精神現象学。長谷川博役ですね。こちらにですね、ドイツ連邦政府、翻訳賞受賞ということで、優れた、ね、翻訳だという、ね、触れ込みなんですけれど、結構賛否両論あるみたいなので、どの辺程度ですね厳密な翻訳なのかとかは、あるんですけれど、パラパラ見た感じ結構読みやすそうだったので、これで結構、ね、読んでいくのもいいのかなと思いました。で、一応牧野の勇気役と、熊野澄彦役ちょっと読んでるんですけど、やっぱ難しくて挫折してしまったので、ちょっとこれもね、あったので買いました。2000円ぐらいでね買うことができました。閉店5分前ぐらいに入ったので、ちょっとですねハイな状態でバタバタと買ってしまったんですけれど、意外と良かったのかなと思ってます。はい、はい、次ですね、ウェルベックの闘争領域の拡大。はい、これが川出文庫ですね。こちらはフランスの小説家であるウェルベックの小説としては最初の作品みたいですね。ウェルベックは地図と領土とか、ある島の可能性とかその辺を読んでいるので、ちょっとずつねウェルベックを読んでいきたいなというので、これを、買いました。はい、今度こちらですね、北一揆ということで、北一揆といえばね、戦前日本のですね、非常に影響力な思想家といった感じなんですけれど、ほとんど、知識がないのでちょっと興味あるなと思って買っただけですね。読んでみたいなと思います。はい、次告白2ですね。アウグスティヌスですけれど、告白1を持っていたので2を買おうという感じです。全部3巻分だったと思うんですけれど、言わずと知れたね名著ですけれど、現代の思想家っていうのはやっぱりアウグスティヌスをすごく引用したりするので、やっぱり重要な人なんだろうなというのはなんとなくわかるんですけれども、告白ぐらいはね読んだ方がいいのかなということで、集めていますね。はい、次こちらですね。岡本かの子の食までいいんですかね、読み方ね。岡本かの子といえばやっぱりこの食に関する、非常に優れた作品を残しているというので今よく知られている人ですよね。寿司という作品を昔読んで、これはすごい作品だなと思って、とにかく飯をめちゃくちゃうまそうに書くということにかけてはですね、非常に優れた作家なので、食っていうのをテーマにしたアンソロジーを見つけたので読んでみたいなと思って、買いました。はい、はい、次ですね、ウィーコの新しい額です。これ上巻ですね。上下巻なので、下巻はまだ、入手してないんですけれども、中高文庫ですね。ちょっとウィーコは興味があって、僕普段マシェル・マクルーハンとかねその辺をすごく、読んでるんですけれど、やっぱりこのウィーコの話って出てくるんですよね。理性主義に対抗するみたいなね、なんかそんな、イメージなんですけど、まだ全然読んでないので、きちんとですねこれで勉強したいなと思います。はい、柳宗悦、民芸とは何か。柳宗悦といえばね、民芸のね人ですけれども、民芸というといわゆるその美術館に展示してあるようなそのめちゃくちゃ高価な美術品とかではなくてですね、一般市民がですねこう自分のために作った、より生活に根ざしたね作品というか、そういったものを民芸と名付けてですね評価したわけですよね。この辺の話っていうのは結構その、僕マルクス主義との関係でウィリアム・モリスとかに興味を持ってたりするんですけれども、その辺のところと結構関係してくるのかなっていうところで興味を持っているところですね。はい、はい、次ですね、ミシェル・ウェルベックの服従ということで、さっきもねありましたね、ウェルベック、これは服従という本なんですけれど、もともと単行本を持っていたんですけれども、やっぱり単行本って、電車の中とかそういうところで読むときに適さないので、文庫本もね入手したかったなということで買いました。服従っていうのはもうイスラムのことで、イスラムっていうの言葉がもともとね服従というね意味だったんですよね。確かねフランスで、イスラム政権が誕生するという、そういう未来を描いた、作品になってます。ヨーロッパっていうのはすごくやっぱりいろんなところから移民が来ていて、そういう既存のね伝統文化とかと衝突を起こしてとかしてるので、リアリティのある作品なんじゃないかなと思ったりしますね。正宗白鳥どこへ、入り江のほとりということで、僕の好きな、正宗白鳥これ、持ってたんですけれども、結構置いてることないので珍しいなと思って確保してしまいました。なんかそういう買い方が最近ちょっと癖になりつつあって気をつけなければなと思っているところですね。はい、はい、
で次です。現象学という思考、田口茂ということで、まあ、現象学がすごく関心があるので、まあ、これも買ってみたんですけれども、まあ、あんまり厳密な解説というよりも、やっぱりこの田口さんご本人の解釈というかお考えが書かれているというような印象ですね。はい、はい。で続いて、中高新書から出ている大学の誕生ですね。まあ、僕人文ね、 YouTuber とか言ってますけど、まあ、人文学っていうのはやっぱり大学のね、学問とやっぱ切り離せないところがあるので、この辺のねことを知っておくっていうのも、まあ、すごく大事なのかなと思って、買いましたね。中政正樹のジャック・デリダ入門講義ですね。まあ、この中政さんという人はですね、まあ、いろんな現代思想の入門講義っていうのを、まあ、作品社からね出してますけど、そのジャック・デリダバージョンですね。まあ、デリダってやっぱりすごく、まあ、難しいので、僕もいくつか著作は持ってるんですけども、まあ、素手で戦うにはさすがにちょっと心もとないということで、まあ、こういう、まあ、解説書とかもね一応持っておこうかなという感じで買いました。はい、はい。川出道の手帳ドゥルーズですね。でこれ川出が出しているなんか、まあ、入門的な位置づけのムック本っていうんですかね、の中の一冊で、このジル・ドゥルーズですね。ジル・ドゥルーズ以外にもたくさん出てます。まあ、正直ドゥルーズはもういいかなと思ってたんですけど、まあ安かったし、まあ、こういうのも入門的にね、まあ、いざという時に参照できるようにあってもいいのかなと思って買いましたね。はい、はい。次ですね。政治的動物、石川義政著ですね。これは批評文ですね。まあ、いわゆる批評の本ってやっぱ最近あんま読んでないなと思って、まあ、これが出た時にもちょっと興味を持ってたんですけども、結局買わずだったので、まあ、ちょうどね、ブックオフで見つけたので、買ってしまいました。まあ、結構ね骨太な、ね、批評の本とかはね、常に興味があるので、まあ、これもね、まあ、かなりですね、密度の高い本なんじゃないかなという印象を受けたので、読んでみたいなと思ってます。はい、次がですね、換算順の、マックス・ウェーバーと近代ですね。まあ、この辺はね、まあ、タイトルの通りマックス・ウェーバーの話なんですけれど、いろいろめくってみると、あんまりマックス・ウェーバーとは関連がないような事柄も結構取り上げて論じられているという印象を受けたので、まあ、これちょっと面白いんじゃないのかなと思って買ってみましたね。はい、英語研究者のためにということなんですけれども、まあ、僕がですね英語関係のね仕事だったりするので、まあ、英語の理解がね深まればなと思って、まあ、仕事と趣味兼ねて買いました。はい、次ですね。原点による生命科学入門ということで、この本はですね結構、まあ、その理系っぽい、内容の本になるんですけども、まあ、生物学とか、科学とか、そういう方面の話ですね。まあ、個人的にあのダーウィンの種の起源っていうのはすごく読みたいなと思っている本なので、まあ、ここにもねそれが載っているので、まあ、これでちょっとねあの使って入門してもいいのかなと思って買ってみました。次ですね。これ P.G. ハマトンの、知的人間関係ということなんですけれど、これは同じですね、講談社学術文庫から出ている知的生活というねあの本があって、それがまあ人文的自己啓発本みたいな趣なんですけども、これもおそらく同じような、趣の本なのかなという感じがしてますね。結構前の本が面白かったので、この本もすごく面白いんじゃないのかなと期待してます。はい、次ですね。この、西垣徹さんの、デジタルナルシスですね、情報科学のパイオニアたちの欲望ということなんですけれど、まあ、これやっぱりメディア論とかそっちのテクノロジーとかね、まあ、結構もともと自分の関心のメディア論とかに関心があるので面白いんじゃないのかなと思って買ってみました。次がフランス現代思想を読むということで、これはですね、フランス現代思想の、まあ、哲学者とか思想家の、実際の著作の原文をですね、実際にフランス語で読んでみようという結構変わった本でして、うん、例えばね、ジル・ドゥルーズっていうのありますけれども、こういうふうにですね、左にフランス語、右に和訳という感じで、まあ、要は大訳みたいになっているんですよね。まあ、いつになるかはちょっとわからないんですけども、いつかフランス語もね、なんかちゃんと読めるぐらいにはね、できるようになりたいなと思っているので、こういう本もあっていいのかなと思って、買ってみました。はい。今度はですね、現代現象学ということなんですけれども、これもね、すごくずっと気になっていた本で、今、すごい現象学に対してですね、関心が高まってまして、もともと興味はあったんですけれど、この間、内的時間式の現象学という本を読みまして、ああ、やっぱり現象学面白いなと思い直したので、もうちょっとですね、原点に当たってですね、きちんと読んでいきたいなと思っているので、まあ、その助けになればなということで、こちらを買いました。まあ、あとは、やっぱりフッサールとかハイデガーとかまあ、言っても、結構古い人なので、まあ、最近現象学がどういうね展開をしているのかなっていうのも、もしかしたらこの本からね学べるんじゃないのかなと思って、買いました。
ジャンボードリアルの、象徴交換と詩です、こちらは実はですね、すでに持っていたんですけれども、すごく状態が良くてさらに値段も安かったので、ちょっとこれは保存用というかにして、もう片方の方をね読む用にしようかなと思ってます。まあ、文庫はね安いんでこういうことをしてもいいのかなと思って買いました。ボードリアルについてもいつかね動画を作りたいと思ってるんですけど、なかなか難しいんでね、いつになるのかちょっとわかんないです。次ですね、三田宗介のこれは対談集ですね。三田宗介といえばね、まあ、大沢正達の師匠でもある、社会学者ですけれども、その人の、対談集ですね。で結構いろんな人と対談してまして、例えばこんな感じですね、河合駿、大谷翔平、吉本隆明、志村道子とか、まあ、あとは、まあ、黒井千治とか、対馬優子、対馬優子も実は僕結構読んでるんですけど、あとは加藤天陽ですね。この名前を見てるだけでも、あ、この人と対談してるんだっていうのは結構驚きがあって、まあ、ちょっと読んでみたいなと思ったので、はい、前から気になってたんですけど、この度、ブックオフで見つけたので買いました。次これですね、監視感性の現象学、エドムント・フッサールということで、これ2と3なんですけど、1はね実は持ってまして、2と3欲しいなと思っていたら、偶然ブックオフであったので買いました。この監視感性の現象学っていうのは、もともとフッサールの意向ですよね。その亡くなった後にそのフッサールの残したテキストをですね編集して編んだという感じの本になるので、まあ、どの程度その完成された形でフッサールの思想が表現されているかっていうのはね、まあ、もちろん難しいところはあるんですけれども、まあ、やっぱり後期のフッサールの思想に迫るにはね、やっぱりすごく重要なテキスト群なので、まあ、いずれはね読んでいきたいなと思ってます。はい、次が、ニーチェですね。ニーチェ全集の14巻、はい、偶像の黄昏と反キリスト者ということで、まあ、ニーチェ全集ってね筑摩から全部出てるので、まあ、ちょっとずつ集めたいなと思ってるんで何冊か持ってるんですけども、でね、まあ、ところでですね、こういう風に全集が文庫で手に入るってめちゃくちゃありがたいですよね。まあこれは笑い話なんですけど、大学院でね哲学を研究したりするときに、どの哲学者が一番安上がりなのかみたいなね、そういった冗談の話があったんですけど、まあ、おそらくニーチェなんじゃないかっていうことになっていて、やっぱり文庫でね全集全部揃うっていうのはね大変ありがたい。他のね哲学者でもねやってほしいなと思ってますね。はい、次ですね、角川選手のシリーズ世界の思想、プラトン・ソクラテスの面々ということで、角川選手のシリーズ世界の思想って結構すごく評価が、高いシリーズですよね。まあ、例えばビトゲンシュタインの論理哲学論考の解説とか、マルクスの資本論の解説とか、カントの純粋理性批判の解説とかがすごく評価が高いので、まあ、これもすごくいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、解説本ですけれどもね、まあ、ちょっと薄いので結構すぐに読めるのかなと思ってます。で最後ですね、タイトルのところに値札がついちゃってますけど、全くゼロからの論理学入門ということで、矢野茂樹ですね。まあ、やっぱりね、哲学に興味を持ってたら必ずやっぱり論理学とか数学の問題に行き着くんですよね。真理を記述するための、まあ、言葉の使い方みたいなところで、やっぱりこの論理学っていうのはどうしてもね哲学に要請されてくるものになるので、この論理学の内容とかを深く理解していると哲学史とか、ね、哲学の理解が深まるんじゃないかなと思って、こちら買いました。これで全部ですね。はい、以上がですね、今年のお正月に購入した本たちになります。まあ、やっぱりねお正月のセールっていうのはねすっごい安くなるんで、まあ、ついつい、大量買いしてしまうんですけれど、まあ、今回はそうですね、これ嬉しいなっていう本はまあそんなになかったというか、まあ、こんなに買っといてなんなんですけど、そうですね、まあ、このねビーコの新しい学とか、このスッサールの本とかが良かったですかね、個人的には。あと現象学の本、まあ、現象学ちょっと多めですね。安くなってるからといっていい本が見つかるわけでもないので、まあ、やっぱり古本屋はね一期一会なんで、まあ、そういうのがやっぱりブックオフだったり古本屋のね面白さかなと思いますので、はい、まあ、皆さんはどうですかね、この新年いい本に出会いましたかね。はい、まあ、こういう本買ったよとかね、そういうまあ自慢話をぜひコメント欄の方にねお寄せいただければなと思います。はい、それではですね、今日の動画は以上となります。まあ、今年もですね、よろしくお願いできればと思いますので、まあ、頑張ってね動画の方上げていきたいと思います。この動画が面白いと思ってくださいましたら、高評価とですねチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは